どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画を上げさせてもらっております。今回もですねハイパーリーグリミックスの方を潜っていこうと思ってるんですけれども、まあ、パーティーはね以前使ったガラルマッキョ、デンチラ、ブルンゲルっていうパーティーですね。まあ、このパーティーはねハイパープレミアのパーティーをそのままねめんどくさいんでね利用してるだけなんですけれども、まあ、意外と勝っていけるのでねまあ、使ってるって感じですね。というわけでまあ1戦目なんですが相手がブルンゲルで、これはねおそらく出し負けですね。多分ね、相手バブル光線持ってると思うんですよ。なのでバブル光線で弱点をつきながらね、ちまちまね、攻撃力を下げてくるっていうね、なんか、なんすかね、濃すい動きをしてくるんじゃないかなと思います。まあでもね、バブル光線はね、全然大した技じゃないので、まあ普通に受けていって、こちらはね、お構いなしにね、最大火力の出る自信をどんどん打っていくって感じになります。まあこれはね、どうだろう、相手まだ、まあこちらの攻撃下げてますし、やられないので張ってこないですね。まあ入ると分かっているので、とりあえず自信を打っていってダメージを取っていって、で、もう一回バブル光線が来るのかな？多分バブル光線が来るんですけれども、まあこれでどうですかね？HP 的には同じぐらいなのかな？なので、まあここらでデンチラを出していって、まあ弱点をついて戦っていくって感じですね。で、ここで相手がカビゴンを出してきたんですけれども、これは OK ですね。カビゴンが出てくるまでに、こちらボルトチェンジを2発打てているので、まあどんどんね、飛びかかるで相手の攻撃力を下げつつ、まあダメージを取っていって、で、あれですかね、タイミングをひっくり返していくっていう動きができると思います。で、これは、多分ここがね、一番このカビゴンの最大火力になると思うので、まあ、シールを貼っていって、で、こちらはボルトチェンジと飛びかかれでとどめを刺すって感じですね。で、おそらくもう相手はこうなってくると、ダメージレースでね、勝てないと分かってきていると思うので、もうシールド貼ってこないんじゃないですかね。多分貼ってこないと思います。まあ、シールドアールを取って戦うっていう作戦を取ってくると思うので、まあ、こんな感じでね、飛びかかれで倒させてもらって、で、あとはラスト勝負になるのかな。何が来たら辛いかな。悪タイプとかいったらちょっと辛い。あ、でも、デンチュラがいるからそうでもないのかな。で、まあ、ここで出てきたのが、ギラティナでしたね。ギラティナはね、まあ、めんどくさいですね。こちらのブルンゲルが弱点つかれちゃいますし、まあ、ガラルマッキョもね、決して通ってるわけではないので、まあ、めんどくさいんですけれども、とりあえず飛びかかって攻撃力を下げてからガラルマッキョを出していって、で、こちらは、イワナダデを打っていこうかなと思います。まだね、相手のね、シールドが2枚残ってるので、これはね、ちょっとね、剥がしておかないとね、今後辛いと思うので、こちらブルンゲルなのでね、ラストが。まあ、ブルンゲルはね、相手のブルンゲルとこの、なんすかね、ギラティナをね、一匹で見るにはちょっと荷が重いので、まあ、シールド剥がしていって、で、まあ、ガラルマッキョを大事に戦っていくって感じになるのかな。で、まあ、これはね、相手の攻撃力下げてあるので、シャドーボールからでもやらないと分かってるので受けていって、で、ここで自信を打っていこうとしたんですけれども、まあ、相手に先に打たれちゃいましたね。まあ、この回転の速さはやっぱブルンゲル、まあ、めんどくさいところですね。まあ、ただこちらも自信打てるようになっているので、まあ、バブル光線張って、まあ、しっかり自信を打っていって、で、ちょっと時が止まってますね。最近本当ね、こういうのが多くてね、困っちゃいますよね。で、まあ、これで、どうだろうな、相手張ってこないかな。多分ギラティナにシールドを残してくると思いますね。で、このまま戦っていって、こちらが岩なだれを打てそうですね。打てましたね。打てたので、これで相手のブルンゲルを突破して、あとは3体のポケモンでラストを見ていくんですけれども、まあ、ギラティナちょっと重いですね。まあ、どうしようかなって感じです。こちらのブルンゲルがね、やっぱりね、相手にね、シャドーボールでね、大ダメージ受けてしまうので、これはまあ交代行きをしていくしかないかな。なのでちょっとね、ブルンゲルを出していって、で、技が飛んできそうなタイミングでデンチラを出していって、で、相手これね、多分、手加減して打ってきますね。ここを手加減して打って、まあ、様子を見てくると思うんですけれども、このぐらいのゲージ調整だったら、これ多分飛びかかる打てますね、ギリギリ。そうですよね。打てますよね。ちょっと相手がね、ゲージ調整ミスったおかげで、ダメージ調整ですね。これで、相手の攻撃力が下がるので、この後あれですね、ブルンゲルが、シャドーボールからってもやられなくなったので、これも勝っていけますね。まあ、もともと一発では飛ばないとは思うんですけれども、でも、まあ、攻撃力を下げた分ね、確実にこのシャドーボールでも落ちなくなったので、まあ、こんな感じで受けていって、で、あとはこっちの方が多分先に打てると思うので、それを打ってこちらの勝ちになりますね。まあ、出し負けたんですけれども、まあ、どうだろう、やっぱりデンチラがすごいいい働きしてくれましたね。相手の攻撃力を下げるっていう動きをね、どんどんやってくれたおかげで、こんな感じでね、勝ち切れてよかったかなと思います。対戦ありがとうございました。そうそう、動画のね、BGM なんですけれども、ちょっとね、編集で手間がかかるので、まあ、もともとのね、ポケゴの BGM をね、最近ちょっとサボって使ってたんですけれども、視聴者さんのコメントでね、ご機嫌な BGM 使ってほしいということだったので、まあ、ちょっとね、手間がかかるんですけれども、まあ、今回からまたね、BGM を入れてね、やっていこうかなと思います。
だけど、まあ、次の対戦なんですが、相手2毒院ですね。これは出しがちなので、まあ、順当に戦っていきたいんですけれども、まあ、大地の力は食らわないようにしたいですね。確か大地は7発だったかな ?7 発か8発。ちょっとうろ覚えなんですけれども。なので、まあ、それをね、ちゃんと数えていって、まあ、戦っていくって感じになります。で、まあ、これ、独特の牙だとね、もう踏んで、とりあえず受けていって、で、こちらは、もうどんどん自信打っていって OK ですね。相手はもう、シールド貼らざるを得ないので、もうね、なんすかね、ブラフを打たずにどんどん自信で相手のシールドを剥がしていくっていうのがポイントになります。まあ、そうすることによってね、相手の二六院はね、ブルンゲルでもね、倒していけるので、シールドを剥がしてしまうことが、まあ、重要なポイントなのかな。うん。で、これは相手に毒毒入れられてるので、第一からだとまずいので、シールド貼っていって、で、こちらはもう一発自信を打っていって、相手のシールド剥がすって感じですね。まあ、この感じでいくと、もう回転ではこちらの方が上なので、まあ、確実にね、二六院はね、相手が変えてこないのであれば、突破できますね。で、ここで相手の二六院をほぼ無償で突破することができたので、まあ、よかったですね。で、ここでズルズキンが出てきたので、デンチラを投げていったんですけれども、それに対して相手がブルンゲルを投げてきて、これは OK ですね。ブルンゲルはね、デンチラに勝てないので、うん、なんすかね、ボルトチェンジと放電でどんどんね、追い込むかけていって、で、さらに、ね、相手の、何でしたっけ、あいつ、ズルズキンか。ズルズキンもね、デンチラに歯が立たないので、これはもう十分勝っていけますね。なので、まあ、これは、シャドーボール打ってくるかな。うん。相手もシャドーボールでね、この、何ですかね、デンチラを倒す以外、道がないので、まあ、打ってくると思ったのシールド貼っていって、で、こちらはここで、あれですね、放電を打っていって、まあ、ほぼ一発で相手のね、クラゲを飛ばしていって、うん、あ、一発でした。ほぼ一発どころか一発でしたね。で、戻ってきたこいつに飛びかかっていけばこちらの勝ちですね。で、相手はイカ様打ってくるかな?うん、イカ様打ってくると思うんですけれども、これ多分耐えますね、一発。うん、一発耐えるので、飛びかかる入るのでね、問題なく戦っていけるかなと思います。で、まあ、ここで飛びかかっていって、ちょっとね、一発余分入っちゃったんですけれども、危なかったですね。これ飛びかかれなかったら、ちょっと、わからなかったんですけれども、まあ、しっかり、ね、飛びかかれたので、まあ、これでダメージを与えていって、で、この後はもうガラルマッキョで自信を当ててしまえば相手倒すことができるので、まあ、こちらの勝ちですね。で、相手はま、グローパンチ積んできたとしても、もう間に合わないと思いますね。うん。こっちの方が早いかな。うん。まあ、イカ様でこっち一発で飛ばすこともできないし、グロー積んで、うん、コツコツやってくるしかないと思うので、まあ、もう自信を打ってこちらの勝ちですね。うん。まあ、どうなんですかね。ズルズキンね、私、ハイパーリーグ用の持ってないんであれなんですけれども、まあ、強いポケモンではありますよね。うん、まあ、いつか使ってみたいなと思ってます。というわけで、対戦ありがとうございました。うん、やっぱりね、エラーなくね、なんすかね、ゴーバトルリーグができるのはいいですよね。本当にね、ここ1週間半ぐらい、1週間半、2週間ぐらいかな。もうずーっとね、バトル全然できなかったので、辛かったんですけれども、まあね、ようやくね、なんとなくね、まだ左でちょっとぐるぐるしてるんですけれども、まあ少しマシになったので、まあ、うん、なんですかね、バトルできるようになって、まあ良かったかなと思います。で、相手の初手なんですけど、切り刻んですね。これかなり珍しいですね。切り刻んって技何でしたっけ?悪の波動と、気合玉とか確かその辺覚えたような気がするんですよね。なので、相手の技の数を数えていって、で、まあ、これはね、多分気合玉打ってくると思うので、まあ、シールド貼っていこうかなと思います。で、回転見てるとね、こっちの方が早いので、とまた悪の波動でしたね。まあ、しっかりブラフ打ってきたって感じですかね。まあ、でも、どちらにしろ、こちらもどんどん自信で、相手のシールドを剥がしていって、うん。で、剥がしきってしまえばね、デンチュラでこいつはなんとかなるので、まあ、問題なく戦っていけるかなと思います。で、ここで相手が気合玉を打ってきて、まあ、これシールド貼って正解ですね。で、こちらも自信を打っていって、相手のシールド剥がしきるって感じになると思います。で、これは相手のシールド剥がしきったら、どうだろうな、相手の気合玉の方が先に飛んできちゃうかな。あ、でも、あれですね、シールド貼ってこなかったですね。で、出てきたポケモンが、アーマードミュウツーだったんですけれども、これは悪くないですね。アーマードミュウツーは、こちらの、ガラルマッキョを倒すためには、どうなんだろうな、爆裂パンチだと心もとない気がするんですよね。多分、地震かなんか打たなきゃいけないんじゃないかな。うん。なので、まぁ、ちょっと起点を作り気味に戦っていって、頃合いを見てね、ブルンゲルを出していって、で、弱点をついてね、戦っていこうかなと思います。で、まぁ、ブルンゲルに対して最大打点があるとしたら、まぁ、サイコブレイクになるのかな。うん。まぁ、サイコブレイクになると思うんですけれども、まぁ、一発二発でね、飛ぶようなね、弾じゃないので、まぁ、普通に受けていって、で、ここで相手がゲンガーを出してきたんですけれども、まぁ、先行で出てるんでね、シャドーボール打てるんで、まぁ、問題ないと思いますね。でも、この HP が残ってれば、このシャドーパンチでも死なないので、まぁ、これ普通に受けていって、うん。で、あれですね、シャドーボールを打っていって相手のシールドを剥がしていきます。でもこれはもう起点にされない HP なので、この後またガラルマッキョを出していって、うん。で、まあ、詰めていって終わりなのかなっていう印象はありますね。うん。
で、まあ、デンチラはね、ご存知のように飛びかかっていけば、相手のね、アーマードミューツにはね、圧倒することができるので、まあ、問題なく戦っていきますね。で、ここで相手が技を打ってくるんですけれども、これは受けちゃっていいかな。うん、全然受けて問題ないですね。シャドウパンチだと思うので、まあ、普通に受けていって、で、こちらは遠慮なく自信を打っていきます。まあ、ね、シールドをね、まあ、残ってないのを受けるしかないんですけれども、まあ、それはね、相手も同じことなので、まあ、これはもう自信を打って相手のゲンガーを飛ばしていって、で、アーマードミューツーが戻ってくるので、まあ、そこにどうだろうな。まあ、ゲージだけ貯めさせてもらって、ああ、でも、撃ってきちゃいましたね。まあ、でも、ここで撃たせる分には OK でしょう。まあ、ここで撃たせていって、この後、デンチュラが飛びかかっていけば、相手を倒すことができるので、まあ、こちらの勝ちですかね。うん。で、ここでデンチュラを出していって、まあ、相手のゲージはね、空になっているので、もうこちらの勝ちですね。対戦ありがとうございました。そうそう、ポケモンユナイトもね、始めたので、ポケモンユナイトをね、動画にしようかなと思ってるんですけれども、需要ありますかね。うん、まあ、個人的には、ね、ポケモンユナイトの方がなんか編集しやすいような気がして、うん、時間もね10分なのでね、1試合がね、なのでね、まあ、いいかなと思って、まあ、動画化しようと思ってるんですけれども、キャプチャーボードっていうのを買わなきゃいけないんですよね。それが結構高くて、なんだろうな、まあ、普通にいいやつとかだと2万円ぐらいするんですけれども、まあ通常でもね、1万円とかね、1万5千とかするものなので、まあ悩み中ではありますね。ただまあそれを手に入れたら、スイッチのね、なんですかね、ゲームとかもね、動画配信できるようになるので、うん、まあちょっと今悩んでるところではあります。だけどまあ次の対戦ね、相手がね、ガラルマッキョで、まあ、お互いガラルマッキョ同士だったんですけれども、まあ自信をね、受けたくなかったので、ブルンゲルを受けていったって感じですね。で、私ね、ガラルマッキョ同士の対面で決めてることがあって、ガラルマッキョ同士のタイミングではね、ブラフ打たないようにしてます。岩流れね、ブラフ打って、防がれなかった時に、全然意味ないんですよね。相手、地味に剥がれタイプなので、二重耐性があるので、まあ、岩流れダメージ入らないので、それだったらもう自信どんどん打っていって、張らない可能性もあるのでね、大ダメージかシールドの卓をね、迫った方がいいと思うので、まあ、ガラルマッキョタイミングではもう絶対ブラフ打たないですね。なんだろうな。まあ、最後の爪とかでは打つかもしれないんですけれども、お互いガラルマッキョでこう向かい合った時は、もう、なんですかね、もう自信をね、どんどん打っていって、まあ、シールドを剥がすっていうね、作戦を取っていくようにしてますね。で、まあ、そうこう言ってる間に、まあ、とりあえず相手の自信を受けたくなかったのはブルンゲル出していったんですけれども、まあ、ブルンゲルならね、自信食らってもやられないのこんな感じで戦っていって、で、ここで相手がキングドラを出してきたんですけれども、これはブルンゲルの耐久であれば、もう一発ね、シャドーボール打てるので、まあ、これを打っていって、まあ相手はシャドウボールぐらいじゃ死なないぐらい張ってこないとは思うんですけれども、まあこれで半分ぐらい、黄色ぐらいまで持っていけるかな。うん。まあやっぱこの辺はね、ブルンゲルさすがの耐久と強さですよね。うん。このポケモンはね、もうハイパーリーグプレミアとかね、あとは、なんだろう、リミックスでね、もうずっと使ってもいいポケモンのような気がしますね。それぐらい硬いですし、回転も速いですし、強いポケモンなので、まあ、ブルンゲルはね、今野生でも出てますし、まだ作ってない人がいたらね、もう絶対作った方がいいですね。相手にだいぶ起点にされてしまっているので、まあ、オクタン砲撃たれちゃうんですけれども、まあ、オクタン砲はね、抜群なんですが、まあ、息吹自体は全然抜群で入らないので、まあ、問題なく戦っていきますね。で、こちら攻撃を下げられてしまったので、まあ、相手のリーフブレードのタイミングで、デンチラで受けていって、うん、で、まあ、これで相手の攻撃を透かしていって、こちらは飛びかかっていこうかなと思います。で、幸いなことにね、今一発差し込めたので、次の技はこちらの方が早いですね。うん。こっちの方が早く技を打てるはずなので、まあ、ここで飛びかかっていって、まあ、相手シールド残ってないんでね、これで大ダメージが入るんじゃないかなと思います。で、まあ、ここで大ダメージを取ってしまえば、この後、まあ、ガラルマックで起点にできるので、まあ、十分戦っていきますね。で、相手は、まあ、リーフブレード打ってくるんですけれども、まあ、まだ死なないですね。デンチラ一応無視なので、多分これ同時落ちぐらいになるんじゃないかな。どうだろう。同時落ちかこっちが倒せるか。微妙なところですね。あ、同時落ちかな。うん、同時落ちって感じですかね。で、まあ、同時落ちになって、で、ここで相手がガラルマッキョじゃない、キングドラ戻ってくるんですけれども、まあ、こちらのガラルマッキョはね、自信溜まっているので、これを打ってこちらの勝ちですね。うん。どうなんだろう、相手のオクタン砲も溜まりかけてたところなのかな。うん。まあ、でも勝ち切れてよかったです。対戦ありがとうございました。いや、このパーティーね、ハイプレのパーティー、そのまま潜ったんですけれども、いや、ほんと強いですね。初見にね、まあ、格闘タイプが来るとちょっとめんどくさいなっていうのはあるんですけれども、でもそれ以外は本当に、うん、戦っていけてるなっていう印象があります。まあ、ニョロトロとかもね、辛いんですけれどもね。だけど、まあ、次の対戦なんですが、ヒヒダルマです。これ珍しいですね。
ヒヒダルマはね、結構めんどくさいポケモンであるんですよね。まあ、ニトロチャージと、あと、何でしたっけ、岩流れとかでしたっけ、あとはなんか格闘技も打ちそうな顔してますよね。まあ、とりあえずね、相手のね、ニトロチャージのタイミングで、まあ、こちら岩流れだけ打って、ブルンゲルで透かしていって、と思ったらオーバーヒートでしたね。でもオーバーヒートこんなに入るのか、すごいですね。今一つなのにこんなに入るってのはびっくりですね。まあ、さすがの火力だって印象ありますね。で、まあ、ここで相手が、カビゴンだ。カビゴンで追っかけてきたんですけれども、まあ、これ完全に追われちゃってるので、まあ、とりあえずも冷凍ビームをどんどん打っていって、少しでもね、ダメージを与えていくって感じですね。で、相手の技はおそらく、のしかかりとバカ力だと思うので、まあ、それはね、食らってもやられないので、とりあえず受けていって、で、もう一発冷凍ビームギリ打てればいいんですけれども、どうかなって感じです。これどうだろうな、ちょっと打てないかな、どうだろう、打てなかったか。まあ、打てないのはしょうがないですね。で、これはどうしようかな。まあ、デンチュラでしょうね。ヒヒダルマがね、残っていて、まあ、デンチュラはね、炎タイプに弱いので、まあ、ここデンチュラ出していって、で、戦っていくって感じになります。で、どうですかね、相手のヒヒダルマに対して、シールローで取っておきたいので、まあ、これはのしかかり受けるしかないですね。で、まあ、受けていって、で、こちらは飛びかかっていって、まあ、幸いね、シールラーダー取れてるので、まあ、ラスト勝負になるんですけれども、これはどうしようかな。これもなんか受けちゃっていい気がしないでもないな。あ、でも貼りましたね。まあ、これ貼らないと飛んじゃうからは貼るか。で、まあ、ちょっとね、まあ、貼ったからには少しここで起点を作らせてもらって、で、あれですかね、飛びかかるんじゃなくて、もう放電でしっかりとどめを刺していこうかなと思います。まあ、これでね、とどめを刺していって、あと一発でね、なんですかね、砲で打てるので、まあ、そこまでね、ゲージを溜めた状態で、後ろに下げていくって感じですね。で、ここで出てきたのはベトベトンだったので、まあ、すかさずね、ガラルマッキョを出していって、で、ヒヒダルマがね、戻ってきたんですけれども、どうだろう、これ、岩ながら一発で行くんじゃないかな。相手火力があるポケモンなんですけれども、耐久がないポケモンなので、多分岩ながらでこれ持ってけますね。なので、もう一発ね、ここで岩なら打っていって、まあ、これが入ってしまえば、相手のヒヒダルマを突破できるので、もうあとはベトベトンをね、地震で処理するだけなので、もこちらの勝ちは確定かなって、気がします。これはもうどうだろうな。こちらあと8発で地震が打てるんですけれども、まあ、相手の技が飛んでくるとしたら悪の波動ですし、あとは雷パンチと、まあ、アシットボムってところですかね。まあ、どちらにしろもうシールラ貼ってしまえば OK なので、まあ、シールラ貼っていって地震を入れてしまえば、もう一発でほぼ瀕死まで持っていけるんじゃないかな。多分瀕死まで持っていけますね。これで、下手したら落ちんじゃないかな。どうだろう。どうでしたっけ、地震プラスマットショットのダメージで落としきれるかな、これ。あ、まあ、ギリ残りますね。まあ、でもこれはもう計算通りなので、あとはマットショットだけで倒しきらせてもらって、まあ、こちらの勝ちですね。そうですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回のバトルはね、キリキザンとかね、ヒヒダルマとかね、普段見かけないポケモンが出てきて、まあ、面白かったですよね。やっぱりね、なんだろうな、あんまり戦ったことがないポケモンが出てくると、こいつ何打ってくるんだろうとか、どういうタイミングで打ってくるんだろうとかね、なかなかね、まあ、想像ね、まあ、なんとなくはわかるんですけれども、まあ、予想して戦うことしかできなくなるので、まあ、そういった意味でね、すごい面白いですよね。まあ、なのでね、こんな感じでね、やっぱりトップ20使えないとかね、そういう、あれを、レギュレーションをやるだけでも、だいぶ環境が変わって、まあ、すごく面白いなって思いますね。まあね、まあそんなこと言いながらね、私自身はね、普段使ってるね、ポケモンを普通に使ってるだけなんですけれども、まあでもプレミアのね、パーティーをそのままこちらのリミックスにね、移行させただけでも、まあやっぱ強いので、まあ普段使ってるポケモン、あるいはまあ禁止された20体のポケモンでしたっけ、10体でしたっけ、忘れちゃいましたけれども、ポケモンたちがね、いかに強いかっていうのが、まあわかりますよね。でね、私のパーティーなんかはね、このガラルマッキョといいね、デンチュラといいね、ブレンゲルといいね、もうムキムキ個体なので、まあ、なんだろうな、強いのは当たり前なんですけれども、そろそろね、どうだろう、まあ、一生懸命やってる人は、ダイベックスエラーのもね、集まってきてるんじゃないですかね。まあ、ガラルマッキョとか、まあ、その辺は難しいとは思うんですけれども、まあ、デンチュラもどうだろう、難しいのかな。ただ、まあ、ブルンゲルはね、ちょいちょいね、いるポケモンではありますし、まあ、しっかりとね、見かけるたびにね、拾っていって、あとはね、フレンドさんからね、頑張ってね、交換してもらったりすることによって、まあ、XLアームとかもね、もらえるというかね、手に入ると思うので、まあ、そこでね、頑張ってね、ムキムキを作っていくことで、やっぱりね、ハイパーリーグとかハイパープレミアの環境で、ね、一番ね、ムキムキがね、通りやすいと思うので、まあ、作ってね、戦うことがね、まあ、おすすめだと思います。
もちろんね、あのエクセラーメンをね投入しないであの戦うっていうね、まあ他の YouTuber さんとかがねよく上げてはいるんですけれども、でもやっぱりねなんだかんだまあドーピングというかエクセラーメン使ったポケモンの方が強いですよ。そりゃそうですよね。まあレベル40のポケモンと、まあ、50ぐらいのポケモンがまあ混在して出てくるわけで、まあそうなってくるとねレベル50のポケモンの方がね当然強いのは当たり前なので、なのでね、まあなんだろうな、まあ、時間がない人も多いとは思うんですけれども、まあ頑張ってね、飴集めはね、フレンドさんとかね、あとはなんだろうな、まあもう一ついい方法としては、レベルを31、ポケモンレベルを31だかなんかにすると、31以上だったかなにすると、歩くとね、エクサラメンを結構高確率でね、持って帰ってきてくれるので、まあ、そこでね、集めるっていう手段もあるので、まあ、そこがすごくおすすめですね。なので、そうですね、私がおすすめする、エクサラメン、ポケモン、まあ、ドーピングポケモンなんですけれども、まあ、今回使ってるガラルマッキョ、デンチラ、ブルンゲル、特にブルンゲル、ガラルマッキョあたりですね、まあ、この辺はまあ必須かな。あとはまあメガニウムと、あとはアローラキューコンですね、あとニョロトノ、まあ、この辺もねかなり強いので、まあ、作ることをお勧めしますね。あとはどうだろうな、まあ、私持ってないんで何とも言えないんですけれども、でも絶対強いはずなので、まあ、バルジーナとかねズルズキンとか、あとナットレイですね、まあ、ここもね作っておいた方が、まあ、いいポケモンですね。まあ私も今一生懸命ね個体とねエクセラーメン集めをしてるんですけれども、まあ、なかなかね集まらないのでね、まあ、難しいですよね。まあ、でもね今挙げたねポケモンたちはエクセラーメンドーピングすると、まあ、めちゃめちゃ強いポケモンなので、作っていくことをお勧めしますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。